ド・グラースは、フランス海軍の防空巡洋艦。元は、第二次世界大戦前に建造が計画された、軽巡洋艦、ド・グラース級のネームシップで、第二次世界大戦後に竣航させた、最初の防空巡洋艦となった。巡道警艦としてコルベールがある。本艦は1937年計画で改めら。 ガリソニエール休憩巡洋館として、ド・グラース休憩巡洋館の一席として1938年に寄港されたが、第二次大戦の勃発により、両館、シャトールノー、ギッシャンはキャンセルされ、本館も1940年6月に建造を中止した。本館の船体は進駐してきたドイツ海軍により打破されて、同年8月に船体建造は続行されたが、 ドイツ側の資材と労働力の調達が困難となり1943年に放置された。第二次世界大戦後に自由フランス軍により脱海された船体は1946年にフランス海軍にて浸水。これを1948年より防空巡洋艦に改め設計して建造を進め、1956年に完成させたものが本艦である。 本艦の船体形状は朝鮮主郎型船体である。元設計では垂直に切り落とした形状のクルーザースターン型完備を延長して丸みを帯びた完備形状に成形。これに伴って全長は約12メートル延長され排水量は約1200トンほど増加した。強く傾斜したクリッパーバウから監視艦パン上に手法の モデル1 9 4 8 2メ7 c m 療養法を連想法で中心線上に背負い式に2機、その後方に片源1機ずつで監視官ン上に4機を配置した。その後方に副武装の 5.7cm 機関砲が連想法がで近代的な箱型環境の前に1機、環境の側面に片源2機ずつ配置された。 環境の後方に、簡素な短脚式の全部マストが立ち、船体中央部に一本煙突が立ち、煙突の後方に、簡素な後部マストとの間が関西艇置き場となっており、片弦一基ずつのガントリークレーンにより運用された。後部甲板上には、片弦二基ずつと、船体中央部に一基を配置した。その後方に12.7センチメートル、 連装両用砲が後ろ向きに並列配置で2機、中心線上に後ろ向き背負い式配置で2機が配置された。この武装配置により、監視方向に、最大で 12.7cm 砲8門と 5.7cm 砲6門が、原則方向に、最大で 12.7cm 砲12門と 5.7cm 砲10門が、完備方向に、 最大で 12.7cm 砲8門と 5.7cm 砲6門が試行できた。本艦は竣工後にミサイル巡洋艦に改装が検討されたが、砲弾よりも大きなスペースを必要とするマズルカミサイルの装行艦内に置く余裕がなく、代わりにフランスの各配備計画に伴い、1966年に各実験部隊司令官へと改装を受けた。 主な改装点は、後部甲板状の 12.7cm 砲を撤去し、5.7cm 砲はすべて撤去。これに伴い射撃式装置は撤去され、代わりに司令部任務に使用するために、環境構造の大型化と通信設備の充実が行われ、完備に通信用ラティス構造の四つ足アンテナが立てられた。 武装の多くを撤去したために排水量は低下して9000トンとなった。本館は1966年から1972年にかけて核実験を指揮し、フランスの国防を推進した。本館の手法は、新設計のモデル19482.7センチメートル療養法を採用した。 その性能は 31.75kg の砲弾を、行角45度で22000メートル、行角85度で9000メートルの高さまで届かせることができた。この砲を新設計の連装砲塔に収めた。不行能力は、行角85度、深く10度である。旋回角度は、左右150度の旋回角度を持っていた。主砲身の不砲塔の旋回、 砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分18発である。他に、手法の補助として、モデル1 9 5 1メ7 c m 機関砲を採用した。その性能は 2.96kg の砲弾を行角45度で 13000m、行角90度で 5500m の高さまで。 届かせることができた。この方を新設計の連想砲塔に収めた。不行能力は、行角94度、深く10度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物に回を制限された。主方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。 発射速度は毎分120発である。ウィキメディアコモンズにはドグラースに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。